こんにちは台湾チャンネルですキャスターの長山秀樹です。竹方 D 対交流ピンダを現在開始だわしよ社員中。こんにちは社長氏です今日もよろしくお願いします竹方なんつきなり全部まで開始やチャットどっちか。今日はまずはじめに日泰交流活動のご案内をしたいと思います。えー。 これは東京都内でなんですけれども3月9日日曜日に第2回誰にでもできる台湾料理講座をが開催されます場所はこの地下鉄有楽町線の護国寺または江戸川橋で下車してそのちょうど中間ぐらいのところにある音羽通り沿いにある文教福祉センターその6階の料理教室です講師は こちらにいらっしゃるシャケイさんそれからもう一方チョウさんにお願いすることになっていますで、主催は台湾緊急フォーラムとなっています 呃、我们呢，呃，第一次已经举办过了，呃，台湾料理教室。那在呃三月九号礼拜天的早上十一点半到两点半呢，我们要再举行呃第二次的呃，不管是谁都会做的台湾料理教室。呃，让呃很多呃日本人喜欢台湾料理的呢，都能在这边学到一点呃我们呃台湾的家庭的口味。第一回はですね。 去年の7月に開催しましまてでその時大勢の日本人が来てで楽しく台湾料理を作ってですね、うん、そして何て言うんでしょうか、えー、この向こうの文化に食文化に触れるという、まあ、それから味もすごく良かったですからねあのでこの時間はですね9日日曜日の11時半から14時半となってます。で店員は50名でで、えー、3月の7日までににののアドレスの方に お申し込みくださいそれで、えー、参加費は、えー、1000円となっております 嗯，uh, 我们第一次举办的时候来了很多日本朋友，大概有四十位左右吧。嗯、呃，对于呃台湾料理，他们都自己做，然后自己吃，感觉到非常满意。那当场我们还有呃请大家喝台湾的呃乌龙茶，这样子大家过得非常愉快。欢迎呢，第二次呢大家也踊跃来参加，跟我们一起嗯、呃、来做台湾料理，然后一起同乐。诶，本当にあの楽しいあ あれですね。すあの男性もいっぱいいてですね。はい、料理普段作ったことないような方もですね。やっぱり台湾が好きだというだけで参加してで結構いろいろ作っていたんですよね。はい。それではあの、えー、この、えー、今日の話題に入りたいと思います。えー、この、えー、産経新聞、えー、これは、えー、1月22日の記事なんですけれども、えー、政府が3.11追悼式 そこで台湾今年も指名ここういったた記事が載りましたこれどういうことかというとこの3・11追悼式というのはこの東日本大震災が発生したのが3月11日での発生の翌年のこの震災発生記念日その時からですね要するに一昨年ですねその時第1回の,この政府主催の追悼式典が天皇陛下ご臨席のこと行われましたそして昨年も第2回行われで今年もこの第3回行われるという それと台湾がどのようなこの関係があるかというとです、ね、これについてあの1昨年の第1回の状況をお伝えしますとです、ねまあ、そこにあの各国の代表国際機関の代表が大勢この追悼式典に来ていただきましてでその方々はこのこの外交使節団の来賓席に座っていただいたんです。 で台湾からもこの駐日大使館にあたる駐日代表所の副代表さんがいらっしゃったんですねえところがその方をですねこの外交使節団の来賓席に座らせず、えー、この企業団体関係者の席に座らせてしまった、はい、そして外交使節団の場合はですね各国の代表に対してはこの喧嘩していただくわけですけどもその時やっぱりこのお名前国名とお名前を呼ぶんですね、えー、その場にも、えー、この呼ばなかったわけですね。で これについてやはりこの政府もマスメディアもそれから民間もこれを批判したんですね、なぜかというと台湾はあれほど被災地に対してですねあれほど巨額の現金を集めてくれるなど本当にこの支援の手を差し伸べてくれた国ですね、その国に対して失礼じゃないかという声が上がったんですね。うん 呃，三一一大地震呢，在今年三月十一号呢，将迎接呃三周年的呃追悼大会。那现在有三先生提到的是在，在呃一周年，也就是前年呢，呃，民日本民主党执政的时期呢，呃，当时呢，虽然有呃驻日代表处的副代表罗坤灿先生呢，呃参加，但是呢，并没有把他呃安就是呃安排在一楼的呃外国使节团的呃。 座位，而是把它安排在二楼的呃一般民众的座位，而且呢，在各国的时节，呃，对，呃，追呃牺牲者献花，还有呃唱名的时候，呃，还有呃大会唱名的时候呢，都没有提到台湾。那呃，对于这个这一点呢，呃，是当时呢受受到了呃日本社会呢很大的反弹。嗯 でこの翌日の国会でもです、ね、この自民党議員からやっぱりこの政府に対してこの批判の声があって、うん、なぜ、そのような失礼なことをしたのかと、うん、そしたらこの当時のです、ね、藤村官房長官、まあ、この時はあの民主党の野田政権の時代なんですねでこの藤村官房長官はです、ね、非政府間の実務関係者として招いたと釈明しましたつまり、うんえー、台湾はとはこの国交関係がないまた政府として承認していないから

それは本当の理由ではありません。なぜかといえば、このパレスチナの代表ですね。日本は承認していません。その代表パレスチナの代表の方はちゃんとこの外交施設団の席に座らせてるんですよね。座ってもらってるんです。ではなぜ台湾だけそういう、うん、外したかと外したかといえば、これは台湾を国と認めてはならないと。 え強調するこの要求する中国への配慮であることは間違いないんですね、うん、ですから結局ですねそのような理由にしか過ぎないわけですから野田首相はですねその国会で、えー、このやっぱり謝罪をしてます謝罪せざるを得ないこういうふうに言ってるんですね温かい支援をいただいた台湾の皆さんの気持ちを傷つけることがあったら申し訳ないと言いましたでもこれ冗談じゃないですよね気持ちを傷つけることがあったらなんて言いますけど傷つけ,傷つけたに決まってるんですよ しかもですね傷つけたのは台湾の人々の友情気持ちだけじゃありません日本の名誉をも,をも傷つけたわけですね。 而且呢，当时呢，呃，野田，呃，首相他们的主张是说，呃，台湾跟没有国是跟台日本没有国家。那如果这样说的话，的确是如此。可是当时连跟日本也没有国家的巴勒斯坦，他也是坐在一楼的外国使节团。那这个呃说法就说不通了。<对>那呃不仅呢，呃这样子，呃这样的做法呢是呃野野田呢他在之后的呃。 在国会被质问的时候，他有说，如果他的行为呢，嗯、呃，对不起台湾人的话，他愿意道歉。可是呢，不是说如果对不起，事实上他就已经伤害到台湾人民的感情了。嗯，这个日本的名誉都受了。也伤害到日本人的名誉。欸そ嗯、先ほど言いましたように、マスメディア、マスコミ各社もそうですし、民間からもですね、インターネットでもそうですし、やっぱりこのそれはおかしいと。 うん、恩人である台湾に何とことするんだと声が上がってでこれは例えばですね、これはあの台湾の自由時報当時掲載された新聞記事なんですね。これはあの頑張れ日本全国行動委員会がやはりこの民主党政権にこ抗議デモを行いましたそれやはりこのようにですね、大きく掲載されたんですね当時の状況はですね。うん、当時の状況 台湾に対して失礼だと日本の団体が政府に抗議しているという見出しがありますようにやはりこういうのが乗るということ自体がです、ね、台湾の人々は本当に悔しい思いをしたということですねただまあこのようにうーんこれで記事にしてくれたことはですね、まあ、僕もこのデモに参加してましたけれども、えー、日本人はみんながみんな台湾の恩義を忘れてるわけじゃないんだよということが伝わって

でこの時はですね台湾の代表、えー、あのさん新志淳さ,さんが、はい、あのこの日は、えー、参列されたんですが、はいえー、外交さんに座っていただきそして、えー、指名献花、えー、をやっていただきましたところがこの時ですね、えー、中国が中国がボイコットをしました、えー、台湾からの支援は中国からの支援だと。 そんでこうした、えー、アクシデントがあったんですがしかしあの時その直後安倍首相はですねフェイスブックでのや,っぱりやっぱりこの多大なる疑念を台湾からもらったんだからこうするのは当然だということをおっしゃっていてそれで中国のボイコットは残念だけど私たちは礼儀正しくありたいということを述べられてますね。 呃，然后在去年的呃追悼大会上面呢，呃，就是变成呃自民党的安倍政权执政。那这个时候呢，呃，他有特别邀请到我们驻日代表处的呃沈世存代表呢，呃，坐在一楼的呃使节团的位置，然后呢，也有指明他呃点唱明他出来献花，呃上台表达，呃台湾呃的国民对。 呃，三一大地震的哀悼之意。那中国呢？对于这呃当天呢，他们是呃抗议，所以他呃缺席了呃这一场呃追悼大,大会。中他还表示说，嗯、呃，台湾的。 亿元金支援的呢，也是等于是中国支援的这种呃谬论。那之后呢，安倍总理他也在演呃他的脸书上呢说，呃感谢台湾呢是呃做一个、呃、受到支援国家呃应该做到的事情。那对于中国没有出席呢，他感到非常遗憾。那呃日本在这方面呢，只是希望能够对台湾表达呃感谢之意，这是台湾呃日本人的呃礼仪。 そうですねえー、しかしですね、えー、実は、まあ、その民主党政権から自民党政権になってまこういった、えーえー、この振る舞いが正常されたかというわけですけれども実際は昔も自民党政権はですね 例えば、同じようなことを民主党と同じようなことをやっているんですそれは2001年にあの小渕恵三首相がの葬儀が政府主催で行われましてでその時にです、ね、あの陳水扁総統当時は民進党ですから陳水扁総統があの台湾の総統はです、ね、あの日本は中国に配慮して えー、この日本にこの入国できないんですね日本が入れないんですねでそこで陳水平総統は自分が行けない代わりに、えー、この総統府の幹事長さん趙、えー、春雄さんという方でしたけれどもその方を派遣しようとしましたそれ当時はこの台湾から日本に入る場合はビザが必要だったんですけども日本政府はこの人にもビザを発給しなかったんです。 そこで今度は台湾側はですね、まあ、その総統府の顧問である胡慎保さんや彭明琳さんといった方々あるいはその国会議長の王金平さんこういったそうそうたる方々を派遣しましたところが政府はですねその方々をこの,その式場のずっと後ろの方のこの小渕さんの援護者この関係者の席に座らせてしまったんですねで、まあ、このような比例が実際行われたわけなんです であのの時にですね、この中国の千毅信副首相も来ていたんですけども、この人はですね、この葬儀なんだからいいじゃないかとうーんなぜこのビザ発給してあの向こうの幹事長にビザ発給してあげなかったんだと言っていましてです、ね、でこういったことは日本ではあまり話題になりませんでした、当時は。えー、中国であ台湾では。 本当にもうみんな怒ったりそれから日本をバカにしたりしていましたけれども、えー、しかしですね、まあ、今回はやはり日本人随分当時に比べると変わったなと思うわけですねやはりこれは、えー、この震災当時にですねこの被災地に対してこの台湾が示してくれたこの大きな友情この友情が日本人の目を覚まさせたんじゃないかと。 えー、それからこの安倍総理もですね、やっぱりこれでいけないというそういったやっ考えの持ち主だからこそ、えーこんえー、なんとかこの問題解決したんじゃないかと思うわけですね。あ、事実上呢、自民党在過去呢、也跟民主党做过同样的事情。え、在二零零一年呢、日本首相小渊惠三的え葬礼的时候呢、え。 民进党陈水扁总统呢，派出秘书长，呃、嗯，张俊雄先生。 到日本来想要呃表达追悼之意的时候呢，呃日本政府呢连签证是都不发出来给他的。那最后呢，还是由辜政府还有王金平呢代表台湾来呃表达他们我们的追悼之意。那呃对于这个事情呢，呃当时的中国的呃副首相呃钱其生也表示说，呃对于葬仪呢。 为为什么要做到这么呃，等于说好像限制很多，意思就是说呢，呃，中国方面呢并没有表示呃需要日本方面呃对台湾做出拒绝的动作，所以呢可以说是当初呢呃日本方面呢觉得嗯。呃 他们应该呃揣测呃中国的心意，所以配合他们的。那对于这件事情呢，日本当初呢是呃没有什么反应的。那现在会呃因为安倍总理呢，呃日本社会呢也也非常呃对于这件事情非常注目，就是因为呢台湾在三一大地震之后呢，呃对日本的关怀还有嗯、呃、爱心呢打动了日本人的呃。 良心，然后让他们呃找回了他们的呃勇气，然后呃觉得说呃台湾才是真正的朋友，这一点呢真的是呃非常重要的。それでこの三件記事に戻りますけれども、えまあこの来たる三月十一日。 この3回目の追悼式典が行われましてそこでは昨年に引き続き国や団体の名前を読み上げる指名献花の対象に台湾の代表を加えることが21日、まあ、これは1月ですが1月21日分かったとそれに書いているわけですそして今回も中国側の反発が予想されるが政府筋は台湾は震災直後に日本へ多額の現金を送ってくれた礼は尽くさなければならないとしている。

まあこの台湾というこの本当の友人がいたおかげで日本情けない日本も変わることができたということでやはり友人は大切だと感じているところです。台湾の友情ね、真的是对日本ね、是一个うん非常重要な。次の話題です。こちらは読売新聞ですけれども。 中台当局間で直接交流そのような見出しがありますつまり今までこの台湾と中国はこの政府間の,この直接交流というものがありませんでしたところが今回初めてそれが行われたということですねこの台湾のですね対中国政策部門である大陸委員会の王一樹主任委員これはあの日本式で言えば大陸長の 長官ということになりますから閣僚ですそれからそれに対して中国の対台湾政策を主管する国務院台湾事務弁公室の張志軍主任この方も閣僚級ですねこの双方の閣僚が今回南京で11日に会ったというそのようなニュースです。こここれは初めててだとといいいううを書いてありますこういった会談は年の 中台分断を初めてそのようにあります。でこちらもドイツの読売新聞の記事です。えー、ここに、えー、2人の写真が、えー、載っております。えー、左が台湾の王毅さんで、右が中国の趙志軍さんですね。で、えー、この会談を終えた後ですね、この台湾側の王さんはですね、両岸関係つまり台湾と中国の関係 両岸関係がここまで来るとは想像しがたかったといってこの今回のの会談の実現を評価しております今まで対立を続けてきたわけですからでこんなふうにも書いてありますこの中国側の張氏は王氏を主任委員と肩書きをつけて呼びかけたこれどういうことかというとですねこの今まで中華自民 台湾の中華民国政府を認認めめてていいまませせんん台湾を主権国家と認めていませんですからこの中華民国という国名も口は裂けても言いませんしそれからこの国の,この役職であるこの主任委員というこのまず大陸委員会という言葉も口にしませんしそれから主任委員という言葉もこういった肩書きも口にしなかったんです。とこころが今回はこのように 主任委員と呼びかけお互いの統治権を否定しないとする台湾側の主張にも一定の配慮を示したとかたくなにそういった台湾は国であるということを認めてようとしなかった中国が少し難化姿勢を示したとそのような記事になっていますけれども確かにこの書き方は間違いではありませんがしかし中国が今実際にやっているどのようなことをやっているのかその恐ろしさが伝わってこないんじゃないかという気がします。 呃，这、就是呃《读买新闻》的报道呢，呃，报道那个呃六十五年来呢，呃，台湾政府间跟呃中国的首度交流，那呃，陆委会主委王玉琪跟呃中国的国牌。 国台办主任张志军，呃，在南京会面。那呃，读卖新闻呢认为说，这个呃，张志军在称呼呃王玉琪的呃职位的呃名称上面呢，有对呃台湾呢呃有呃一定程度的呃尊重。那可是呢，呃这篇报道上面呢还没有呃警觉到。 というのはですね、この大陸委員会主任委員、えー、という肩ですけども、実際に中国側が、えー、この王さんに対して使った言葉はただの主任委員で、この大陸委員会という言葉は省いています。それから中国のこの五洋メディア、新華社であるとか人民日報であるとか、こちらはですね。 この大陸委員会主任委員と言わず台湾大陸委員会の責任者それから中国の御用え英字新聞はですね、えー、台湾の大陸事務責任者そのような、えー、この賠償化するような表現を 嗯，事实上呢，这篇报道虽然有提到说，呃，张志军他对呃台湾有一个一个程度的让步，可是，在新华社等呃中国的媒体的报道上面呢，他们只是，他们只把王玉琪的呃他的职位职名呢，呃说成是呃。 大陸窗口陆委会で一個負责人而議他根本没有提到有關於主任委員這四個字、うん、そうですね、まあ、この今までこの中国はですねその中華民国総統つまり台湾の大統領に対してもですね台湾の指導者と言ってこの総統って言葉をやっぱり使いませんねでつまりですねこの中華民国の存在認めない台湾は中国のものであるというですねこの全て中国が求めているものは台湾の併合 つまり統一というものですねそれに対して中国は何を求めているかというとあの軍事大国の前でですね、えー、争いはしたくない平和だけが欲しいんだという姿勢ですね特に国民党政権はそうですねで仮にですねこの台湾の人々は中国の奴隷になっててもですね奴隷の平和でもいいからくれというのが国民党の,、まあ、この国民党なんかの馬英九さんたち在台中国人 勢力ですねそのから、あのー、この国民党というものは一、えー、つの中国つまり台湾は中国の一部であるという中国の主張がありますが、えー、同じ一つの中国を掲げそして、えー、今までこの経済交流を拡大しそしていよいよ今回こういった政治対話の段階に入ってきたわけですけれどもこのように見ればですね全てが、えー、中国のペース。 この今回の政治対応もですね政府間の,この交流もですね全て中国のペースであるということが想像でできると思うんです中国一貫の態度ね、他就是不承認中華民国是一个国家所以对于这个支称呢他们根本は不正確去称呼他更不用说是总统他个に不称或者是以下の相关的支称所以呢 对于这一方面呢，呃，今后是呃危机感非常重。可是国民党呢，他们是坚持呢，呃，和平。所以呢，只要和平呢，当奴隶都可以，完全不把呃台湾人民的声音呃听在耳朵里，这样。え、それではこの実際にこの《ジュージ報》の記事を見てみたいと思います。これは2月12日の記事ですね。これ何て書いてあるんですか？ うん、統一をそあの進めるこうジャパン劇はあ<ー>北京のシナリオに合わせていてるっていう。うん、要するにあの先ほど言いましたように中国のペースに従って、ね、この政府間対話が行われたということですね。こんなことが書いてあるんですけども、えー、この、えー、中国側の欧州軍はですね えー、この大池さんに対して主任委員と呼んだけれどもしかし、えー、結局は一つの中国という枠組みの中でのこの大陸委員会責任者にすぎずこれは台湾に対する賠償化であると、えー、これでなぜこの対等と言えるのかなぜ尊厳を守れたと言えるのかこれ国民党はね対等にやっていると言ってますけども、えー、そんなもんじゃないだろうと。 いうことです、ね、全てがこの中国の、えー、この書いたシナリオ通り、えー、絶対にこの「中華民国」という言葉も口に出してない国民党政権「ね、中華民国中華民国中華民国を大切にしろ」って台湾独立反対中華民国万歳と言ってるのに中国行ったら「中華民国と」と言っていないんですよね。はいはい 中国人の前では中華民国は言わないですああ要するに中華民国と言ってしまったらそれは中国は認めませんからそ,うそうだったら交流できないからだから自ら進んで国家主権を放棄するのが国民党政権のいわゆる関係改善というものであり、えー、海峡両岸交流というこの中華民国を出すなというのはこれ事前に この政治、政府間対話の先立って、中国から要求されてますよね。そうです。三、ね、つの言ってはいけないことがあるんですよ。<あ>それはまず、はいはい、政治の話題を。に触れてはいけない。触れてはいけない。はい。それと、その二つ目は。えっ、ー、と、民主、人権、法治と。相当っていう、あの。 <あ>肩書きも触れてはいけない、ね。あの先ほど言いましたように、この中華民国相当というものを中国は認めないわけだから、もし中国は相当という言葉を使ってしまったら、中華民国の主権を認めたということになつながりかねないとして、えー、中国はそれを言わないわけですね。そねはいでそれに従っちゃってるわけですね。はい。ね、それから、えー、もう一つは。 中華民国という国民を出していけないこれで何の政服から台湾なのかという <laughs> 思いますよねでこんなことも書いてあったんですよ王一樹さんはですね台湾を立つ前に中国に向かう前にですね野党から要求されてるんですよねこのいろいろな対中間の諸問題についていろいろとね抗議しろと例えばこの中国が一方的に東シナ海で。 この防空識別権を設定したけれどもそういうものに抗議するべきだと王さんに要求したけど王さんはこう言ってるんですよね。我が法は中国側から政治的問題を話してはならない政治的議題を提示するのを禁止するという要求を受けてますので。 それは言いませんと、ね、これ完全にやっぱり中国のシナリオ通りにす、ねえー、全て中国の都合をいいように進められたのが今回の、えー、不平等ななこ<う>、えー、この対話とというにです、ねはいえー、つまりですねあの先ほども言ったけど中国が求めているのはとにかくこの統一関係改善っていうけどそれはあくまでも中国台湾を中国側に引きず 引き寄せて、しても逃げないようにして、最後は平和統一するという、それは目的ですよね。そう,そういう目的を知りながらも国民党は、えー、そうそう言って向こうのペースに乗るということは、やっぱりあの人たちもですね、この一つの中国という虚構ですね、こういったものを、えー、掲げているけれども、要するに中国統一がいいんだと、あのー、台湾人のために血を流すよりもね。 同じ血が流れてる同じ中国人として中華人民共和国に投稿してしまった方がいいんだというのが在体中国人勢力のそういった考えなんでしょうね。彼ららはと同じ国のの人間だから、はい、一緒になっってどこがが悪いの考えがずっとあるんですよ、はい、ですから台湾が主権国家、うん、独立国家という現実に立って言うならば国民党政権が今やっているこの中国との関係改善というのは実は一つの中国というこのフィクションの下での 売国行為に過ぎないということですね。すはい。そこで、えー、もう一つだけですね。この指摘したいことがあります。この1949年の中台分断を初めてと書かれていますね。はい、はい。これは読売新聞だけじゃなくて。 N.H.K. から産経新聞に至るまで日本のマスメディアは皆この1949年の中台分断を始めたという表現を使ってますがこれは間違いですよね。間違いです。分断っていう二つのこの二文字は私気に入らないですね。そうですね。これはあくまでも同じ国の例えば韓国と北朝鮮の分断だったらわかりますけど。 中国と台湾は関係ないのにそれは中華人民共和国と中華民国のお家の中のことでなんで台湾人がそのとば尻を食らわなきゃいけないそうです、ね、関係ないのにえー、この実際この台湾はですね、うん、要するにこの戦後中国のものになったというそういった立場に立った表現ですね。 あの簡単にですねこの台湾の,その戦後の領土の状況を話しますとですね帰属先の状況を話しますとえこの日本が戦争で負けてで台湾に進駐軍まあこのマッカーサーの命令で,ですねこの中華民国当時の中国の軍隊が進駐軍となってまあ台湾を占領しましたそしてこれ1945年ですね。 そしてえー、ところがまあ中華民国は台湾は中我々の中国の領土になったって宣伝したけれどもそれは勝手に言っただけの話でどこの国もそれは認めていません当時はまだ日本の領土ですそして、えー、この1949年になりまして、えー、中華人民共和国が成立しでこの国境内戦で敗れた中華民国要するに国民党政権蒋介石の政権は、えー、台湾に亡命したんです。 でも1949年の時点で実はまだ法的にはは台湾は日本の領土なんですね、はいうん、ところがこの国民党や、えー、中華人民共和国の主張によりますと、えー、1945年に台湾は中国に戻ったとそして、えー、このその後1949年に、えーえー、中華民国と中華人民共和国という2つの中国政権に分断されたんだというふうになるわけですね、まあ、中華人民共和国は、えー、中華民国はねもう消滅したって言うんだけれども。 えー、そういったですね、誤った、この、一つの中国の宣伝。それに、日本のマスメディア各社が、真に受けて。はい、はい。あるいは、中国に配慮をして、それに騙されたふりをして。はい。そして、中台分断と言ってるわけですけれども、えー、これは間違いです。あのー、正しく言えばですね。これ本当に、日本のマスメディアに、そっちに、はっきり言いたいですね。えー、千九百四十九年の中台分断後と。 繰り返しますがそういうふううふにみんな言ってますそうじゃなくて1949年の中華人民共和国成立後と書いたりね、はい、またはですよ1949年の国民党政権の台湾亡命後初めてそのような表現して初めて正確と言えるんじゃないでしょうか。ですから日本のマスメディアはこの国民党、えー、それから中国の一つの,、えー、この中国というフィクション 今それがあるからこそ台湾は危険な状況にあるわけですね同じフィクションの上に立って報道していいのかとそういうふうに、えー、訴えたいと思います日本的媒体不論是電視或者是報紙每一家都報道說中台市分断。

焦点をぼかそうとしてるんですよ。そう特典稼ぎしようとしてるんですよね。そう、特典稼ぎなんですよ。中国と仲良くなれば何でもなる、なれると。ああ、何でも大丈夫だっていうことを台湾人にまたあのマスをかけようとしてるんですよ。なるほど。うん。宣伝でですね。宣伝ですね。はい。そう。でその後習近平とはどうしても眉を会いたいので、その自分たち相当の 職務を終えた後に、はい、その歴史的な自分の地位をね、うん、やっぱり習近平と会って握手して、歴史名を残そうという,そうああよく指摘言われますね。で,で今回のこのこの政府間対話もですね、そのための準備段階だとよく指摘されてますね。すねはい、はい、全くその通りです。はい、あのやっぱりこういったですね、この台湾の危機的状況、つまり国民党政権にこの売り飛ばされようとしている状況ですね。 こういった状況を先ほど言いましたように、まあ、その台湾の友情で目が覚めた日本の政府や国民はどう見るのかということですねそれからこの日本のマスメディアもですねこの圧倒的多数の台湾人が中国との,この併合というものを恐れてるわけですよね、えー、そういった声もですねやっぱり、えー、はっきりと報道してくれませんとね台湾が今置かれてる状況っていうのはなかなか正確には伝わってこないような気がしますね。 嗯，因为经过了三一大地震呢，日本人了解到台湾呢才是真正的好朋友。那觉醒的日本人呢，跟呃日本政府呢，对于这么危险的台湾的状况呢，他们的呃心里的想法到底是怎么样？那媒体呢，也不应该只报道说这个呃同意啊什么的事情，他们应该更去报道说，呃，大多数呃支持呃。 台湾独立不想跟中国，呃，所谓的统一的台湾人的声音呢，这才是真正需要，呃、今后去，呃、加强报道的部分。<吧>台湾ではこの新历じゃなくて旧历の正月を重視するんですね。<い>で今年の旧歴の正月は。 1> 1月31日だったんですね向こうではさぞや賑やかで皆さんおいしいものを食べたんででしょうねそうですねねそす私の小さい頃はいつもあの年末になるとおばあちゃんと母が一緒にこう忙しくもち米から大根餅作ったり、はい、里芋餅作ったり、はい、蒸しパンみたいな客下人独特な料理を作ったり、まあ、忙しいお正月。 過ごしてますね美味しい料理いっぱい食べてですかじゃあそのあたりのことも次回は紹介したいと思いますのでどうぞ皆様お楽しみお楽しみくださいで今日は時間となりましたこれで失礼しますどうもありがとうございましたありがとうございましたしもにあんつせいちゃんれでよバイバイロー